はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。はい、年末ぐらいか、昨年末ぐらいに、Mac の新商品というか、いろいろと、ね、Mac のノートパソコン、デスクトップだったり、タブレットとかが、まあ、一挙うん。なんか、リニューアルというか、なんかね、デスクトップのいろいろとカラーも多少変わったりだとか、削除された色もあったりとかするみたいなんだけど、まあそれをね、 Mac ユーザーの人が買うかどうか悩む動画があったりあったり、私も見てるのも、カズさん、福井のカズさんと、瀬戸さんしか、まあ見てないんだけど、Mac ユーザーの人は多分、そのガジェットというか、なんていうか、そういうのの、まあパソコンユーザー、パソコンのさ、アプリとかそういうのも含めて、うん。Mac の方がいいって思ってる人は、そういう動画をアップしてると思う。うん。まあ、私は Apple ユーザーじゃないので、なんとも言えないんだけど、どうしようどうしようって、その、性能がどっちがいいのかとか、あ、性能の中で、まあ、ノートパソコンだと、M1 とか M2 とかっていうのは、あるらしくて、私はよく分かってないんだけど、旦那さんもアップルユーザーじゃねえからなとか言いながら、分からんわっていう話をしてたんだけど、まあなんとなくうっすら分かってるっていう感じかなと思う。うっすらというか、うっすらって言ったら怒られるかでも本当に好きな人は好きなんだろうなと思うよ、Mac のものは。でもまあ本当にね、年に何回か年に一回買い替えるかっていうと、まあそうではないだろうし、そのものを一回買ったら数年は使い倒す勢いで買う人もやっぱいるからね。結構高いし、もともとその円高どっちだか忘れたけど、それでさ、ねえ、そうじゃなくても、2、30万ぐらいしてたかな、ゴリゴリでっていうか、ね、いろいろと詰め込んで、4、50万ぐらいかかってたっていうのが、今もう100万円ぐらいかかるってるってね、言ってたし。40、50万で足りるかって言うと足りないのかもしれないんだけど、うん。すごいねっていう話を。見ている分には面白い。うん。まあ、私がね、Mac ユーザーじゃないからね。日本って本当に、特殊みたいで、Mac 信者がすごく多いっていうのは、まあまあ、もちろん、海外でも Mac 信者はいると思うんだけど、大半が Mac の iPhone とか、Mac のノートパソコンとかを使ってるかっていうと、なんか使ってない部分が多いみたいね。そんなにワーキャーワーキャーこうお祭り騒ぎになってるかっていうとなんかねえみたいな感じで、まあ、それは本当に国民性なのかなと思う。本当、うん、ただね、デスクトップのあの色はね、なんかいいなとは思う。カラーバリエーションがすごくいいなとは思うけど、うん、うんっていう感じ。
まあそのね、ヨドバシカメラがうちから近かったりするからね、横浜に行って、まあ実物を実物をまあ見れるっちゃ見れるんだけど、じゃあそれを見て買うかっていうと買わないかなと思っちゃうよね。デスクトップもまあね、買いたいなとは思っちゃったりするけど、買える金がねえっつうのもあるし、場所もねえっつうし、怒られるし怒られてはないけど、どこに置くのっていうちょっと半おこで怒られたりとかして、意見されたりとかするんで、じゃあいいっすってじゃあいいっすっていう感じでね、うん、っていう感じです。はい、まあ、見てる分にはそれに買うかどうか、どうしようどうしようっていうのを見てるのは面白いと思うんだけど、まあ、なんとも言えないなっていう感じですね。はい、以上です。